しに来るで。ブルーとベルマンストーリー。空中への空中への最近からマッチをしてトゥモローモーニング。ファミマなんですけど、なんか無駄にこんなのがあってちょっとドンキホーテ感半端ねえから。違います。川口さんは、その会議で会わなきゃいけない社内的な理由があるんですよ。川口さんは社内的な理由があるんですよ。こんな感じで日暮里駅周辺レポートでした。